え、こんにちは。黒田和史です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、デジタル音楽講座。やっとちょっと音楽の音にたどり着いていきますが、音の3要素とサンプリングレートについてお話ししたいと思いますね。で、音の3要素っていうのは何かってうと、音っていうのは、音量、音程、音色というふうに、この大事なのがこの3つになるわけですね。音量、音程、音色ですね。音量、ボリューム、音程、ピッチ、えー、音色、トーンですね。で、 この三つっていうのの中で、このサンプリングレートっていうのが今後出てくるんですけど、これも同時にお話ししていきたいと思うんですが、まあ実際にこのちょっと私のよく使ってるオーダーシティっていうね、えこうソフトなんですけど、これあの、こういう風に波形が見えるんですね。これね、再生するとね、こういうサックスの音なんですね。で、これって、この高さが、この 上限、高さ、これ、これが音量になります。で、音程はどうなってるかっていうとですね、特にこのサックスの音使ったのはですね、こういうところを見るとわかるんですけど、同じ波形、波形が音色になるんですね。なので、こう、ほら、これ見てみると、これ同じこう、形でしょこういう波形のものが、こう、同じ1秒間に440回だとラの音です。220回でもラの音なんですけど、という具合に、 この1秒間の間にこの同じ音が何回繰り返されてるかっていうことでこの音程っていうのを感じるわけですね。でこの高さが上がっていくとこうサックスはこうちょっと途中でボリュームが上がったりしながらこういう風に演奏してるってことなんですね。で、これがピッチっていうのがいわゆるこの,この回数でしょ。で、この形がこの音色になるわけですね。なんかこうサックスの音色っていうのはこういう形になってるということなんですね。この,この音色の時はね。 こういう、この大きいところを見てみると、こういうところだと、ほら、こういう、こういう波形が繰り返されてると、こうサックスの音っていう感じになるわけですね。で、サンプリングレートって何かっていうと、これをこうデジタル、デジタルってね、よく見てみるとこうなってるんですね。ずーっとこう見てると、ほら、点なんですね。だからこう間、こう抜けてるわけですよ。で、こう、ここは、この、 高さ、ここがこの高さでこう波形をこう数字で理解してるってことなんですね。こうやって。これがこの波形なんですけど、これを1秒間にこの線を何個取るか、この点を何個取るかっていうのがこれがサンプリングレート。サンプルするためのレート。このどれぐらいの数のレートですかっていうことなんですね。だからその、 サンプリングレートっていうのは4 4 1キロ1 6ビットっていうのがこれがサンプリングレートっていうのは CD のサンプリングレートですね。その1 6ビットじゃあ44で一分かったけど1 6ビットってなんだというと1 6ビットはこの高さですね。高さをどれぐらいの、要はここもこ高さもこう、なんていうの、滑らかっていうかこう数値で取らなきゃいけないわけだからこの数値の細分化をどれぐらい細分化するのっていうのが1 6ビットっていうことなんですね。 で、ビットレートっていうのはサンプリングレートとビット振動。これビット振動ね。この16ビットっていうのは、ビットのこの深さですから。この、これを掛け合わせた、要は、サイダーのこの、ファイルの、この、大きさっていう感じですね。なので、サンプリングレートをたくさん取れば取るほどう48にな、48キロっていうのが、いわゆる映像のサンプリングレートになってますが、CD は44.1になってますね。で、 mp3 っていうこう圧縮した、こう、要はもっとこう、まあビータですね。圧縮したやつの中でよくこう、ビットレートどれにしますかっていうのは、ビットレートっていうのはさっき言ったサンプリングレートとこのビット深度の、まあ、掛け合わせたものなので、高ければ高いほど音楽のクオリティは高くなるけれど、そのファイルは大きくなるということなんですね。 9 6キロだとラジオ、AM ラジオぐらいのイメージですかね。128ぐらいだと結構 FM みたいな感じでいいんですが、192ぐらいならこの辺僕いつも使ってるおすすめですね。192、128超えるとだいぶもういいんですけど、192ぐらいから320とか200、256とかもあるんですけど、この辺なんかね、僕もあんまりこう、そんなに差を感じないんですね。もう320、 になってくると、もう CD とそう遜色ないぐらいの音色になってるんですね。なので、まあおすすめはこの辺にしておくといいかなと。こう、データをたくさん取れば、もちろん再現するのはすごくいい音になるんですけど、パソコンがしょぼかったりとかすると止まっちゃうんですね。よくこう動画をこう、古い iPhone とかで再生しようとも止まるでしょ。あの感じにすごい近いことになってしまうので、まあ、BMP3 で192ぐらいで、 まあ保存するのがお私のおすすめって感じですかね。というわけで、えー、今回は音の3要素ですね、えー。ボリューム、ピッチ、トーンっていうのは、ボリュームっていうのは、おこの高さですね。で、音色っていうのは、この、音色がこの形で、で音ってその形を1秒間に何回繰り返すかっていう、この繰り返す速度ですね。だから、ドップラー効果ってあるでしょドップラー効果ってあの、 あの、ピーポー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 ってこう音程が下がるのね。近づいてくるときは、こう、狭くなりながら、こう、近づいて、要は、この振動をこう発信しながら近づいてくるんで、狭くなってるんですね。だから通り抜けながら行くと今度広くなるわけでしょ。ってことは、ピッチがたくさんこう狭くなってるってことはピッチが高くて、で、通り過ぎると急に遅くなるから、この、広くなるからね、広くなるから、 だから、えー、音程が下がる。あれ、ドップラー効果の、これの理由ですね。というわけで、えー、音の3要素ですね。この音の3要素とかが、頭で理解して、こう、姉色をこういう風に変えたいとか、音量をこういうふうにしたいとか、こう、それをこう、つまみを上げ下げして、僕は演奏するんですね。なので、えー、こう、 まあ、パソコン扱いでデータとかのお話をしましたが、まあ、今回音楽につなげるということで、うん、音の3要素サンプリングデートについてお話をしました、えー、今回は以上です今日もご視聴最後までありがとうございました今日の動画があなたにとって面白かったなとかためになったなっていう方はいいねのボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いしますメールマガジンではこういった内容のものを毎日お昼に配信しておりますのでもしし 面白いなと思った方は、ぜひ登録お願いします。こちらの方のビックリマークの方を、ねえー、押していただけると、中に入れて、えー、メールマガのどんな内容なのかっていうのを、そのページで見ることができますので、LINE アットもありますから、そちらの方で登録ぜひしてください。以上です。黒田でした。ありがとうございました。